クラッチ。クラッチは、二つの動力伝達軸の間で回転を伝達したり遮断したりする機械要素である。機械的に噛み合う構造や摩擦力を利用した構造のほか、粘性や電磁力を用いる方式がある。クラッチは、伝達元となる軸を回転させたまま、伝達先となる軸の回転を停止させる必要がある場合に用いられる。 例えば、電動モーターにより動作のきっかけを作り、定常運転中はモーターを動力として利用しない、機械では、モーターが回転抵抗とならないようにクラッチを利用して、回転を遮断する場合がある。また自動車などで原動機に内燃機関を用いる場合、内燃機関は停車中も原動機の運転状態を維持し、発進時などに滑らかにトルクを伝達するために、 走行用のクラッチが利用される。あるいは一つの動力源から複数の要素を選択的に駆動する際にもクラッチが用いられて動力の伝達先が切り替えられる。動力が全く伝わっていない状態をクラッチが切れていると表現し、この状態にすることをクラッチを切るという。反対に動力を完全に伝えている状態をクラッチが繋がっていると表現し、 この状態にすることをクラッチをつなぐという。クラッチはエンジンとトランスミッションの間に配置された一連の部品で構成され多くの機能を有する。接続状態ではエンジンから供給されるトルクを車輪に伝達する。自動車ではクラッチが接続されるとエンジンはトランスミッションに結合される。クラッチが切れている状態では動力が伝達されなくなる。自動車では 車輪が空転したり停止したりするとき、エンジンはトルクを車輪に伝達することなく、回転し続けることができる。中間位置では、摩擦によって、トルク伝達を徐々に回復させる。パワーの定義式を考えると、フォーミュラ1、M イコールトルク、R イコールクランクシャフトのクライクピンの回転半径、F イコールコネクティングロッドに加わる、平均的な力、 n イコールエンジンの回転数、オメガイコール角速度イコール 2πn60。これによれば、回転による力の伝達、力のモーメント、または、トルクと同義において、回転速度、rpm の低下は、同じ割合で、トルクが増加することを意味する。これはギアボックスにおける原則と同様に、トルクを得るために回転速度を低下させる。従って、 エンジンを接続する際のショックや振動を軽減することは、摩擦による熱損失を無視すれば、トルクと回転速度の積すなわち動力を維持しつつ、伝達されるトルクを増加できることを意味する。これは、非常に急な丘を登る際に、クラッチを長時間にわたって滑らせることを想像すると容易に理解できる。この方法によれば、エンジンが与えることのできないトルクを得ることができる。 同様にエンジンが停止する場合やエンジンを静止している構成要素に接続する場合のトランスミッションにかかる機械的衝撃を緩和しトランスミッションを保護することができる。クラッチ機構は以下のコンポーネントで構成されている油圧またはケーブルが運転者によって作動されるとレバーはベアリングを移動させベアリングはダイヤフラムを押す。 サポートリング級はカバー8に固定されており、クラッチディスクはフライホイールから離れる。主軸6はフリーとなり、エンジンからトルクを受けないので、スムーズにニアを交換できる。結合状態に移行する場合は、主軸で必要なトルクが増えるにつれて、ペダルにより摩擦ディスクを全身的に結合する。例えば、非常に急な斜面では、スキットクラッチと呼ばれるものを行う。 クラッチの種類はトルクを伝達する機構や、切断と接続を切り替える方式により分類される。トルクの伝達には、機械的な噛み合いや、摩擦のほか、流体による伝達や磁力による伝達が利用される。断接機構には人力を、油圧やリンク機構、コントロールケーブルを介して操作する方式や、ソレノイドや負圧アクチュエータにより動作する方式、クラッチ自身の回転で生じる。 遠心力を利用した方がある。ドッククラッチや角度クラッチとも呼ばれ、互いに噛み合う爪により、動力を伝達する方式である。爪の断面形状には、区形や三角形、台形などがあり、逆方向の回転にはトルクを伝達せずに噛み合いない、形状としたものもある。滑ることなくトルクを伝達する一方、伝達トルクを調整することはできず、回転速度の差が大きい場合は、 互いの爪が弾き合って噛み合うことができない。代表的な例としては、常時噛み合い式マニュアルトランスミッションで軸と歯車の間でトルクを伝達するクラッチや自動式、デフロックの内部の伝達機構、スターメイアーチャー社が開発した自転車用の内装変速機にて用いられている。摩擦力により動力を伝達するクラッチで入力軸と出力軸の回転速度に差があっても、 圧着荷重を調節することで滑りながら滑らかにトルクを伝達することができる。また、機械的に噛み合う構造ではないため、入力軸と出力軸の位相差に関わりなく、接続が可能である。摩擦部が円盤形状のディスククラッチ、円錐形状の円錐クラッチがある。円錐クラッチは同じ外形で同じ圧着荷重のディスククラッチと比べると面圧を高くでき、 トルク伝達の許容量をより高くできる。また、摩擦面が潤滑油で潤滑された湿式と潤滑されない鑑式があり、湿式は対摩耗性や冷却性に優れ、潤滑油がクラッチ接続時の衝撃を吸収する。これに対して鑑識は構造が単純で保守性が高く、潤滑油の粘性による動力の伝達が生じない。いずれの場合も急速にクラッチを接続した。 際のトルク伝達の衝撃を和らげるために、バネやゴムによる激吸収機構を備える場合がある。ディスククラッチの一種として、トルク伝達の許容量を保ったまま外形を小さくするため、複数の円盤を交互に重ねた多バクラッチとする場合もある。ディスククラッチは、自動車などの走行クラッチとして、広く用いられている。このうち、 湿式クラッチはオートバイで広く用いられているほか、一部の農業機械で用いられている。オートバイでは湿式多番クラッチを採用する場合が多い。乾式クラッチはマニュアルトランスミッションの自動車で広く用いられている。円錐クラッチは戦前の自動車、フォードモデル T などいや戦車などの軍用車両のマニュアルトランスミッションで一般的であった。パワーボートでも 円水クラッチが用いられているほか、自動車のマニュアルトランスミッションに内蔵されるシンクロメッシュ機構に小型の円水クラッチが用いられている。は、ドラムクラッチの一種で、入力軸と共に回転するクラッチーが遠心力によって出力軸上のクラッチドラムへ押し付けられてトルクを伝える。入力軸の回転速度が下がって遠心力が弱くなると内部に組み込まれているバネ。 クラッチスプリングの力によって、クラッチーがドラムから離れトルク伝達が遮断される。接続と遮断を入力軸の回転速度の増減のみで行えるため、エンジン式の仮払機や、チェーンソーなどの農業機械、無線操縦ヘリコプターなどの飛行型ラジコンで採用されている。オートバイや自動車では、延伸クラッチは発進の際にクラッチを、 独立して操作する必要がなく、何らかの方法で変速操作と同時に強制的に延心クラッチを断続する機構を併設することにより、変速の際のクラッチ操作も省略できるため、クラッチペダルやクラッチレバーそのものを省略することが可能となる。自動車においては2016年現在にペダル式 MT と分類される機構のごく初期の事例にて、 遠心クラッチが採用されたことがあり、1950年代後半にが開発したオートクラッチ機構をサーブオートモービルをはじめ多くの欧州車がの商標で採用していた。日本車では RT20 型トヨタコロナや310型日産、ブルーバード、AF7 型コニー360などで先ソマットの採用例がある。先ソマットはシフトレバーの操作と同時に、 負圧式アクチュエータによって、遠心クラッチを強制的に強制的に断続することで、クラッチペダルの操作を省略していたが、急制動などにより、エンジンが高回転のまま停車すると、エンストを起こす可能性があった。電磁摩擦クラッチは摩擦クラッチの動作を電磁石で行うものである。カーエアコンのコンプレッサにおいて、プーリーの回転を伝達。 切断するクラッチとして採用されている。また、スーパーチャージャーを装備するエンジンで高回転域で、スーパーチャージャーの駆動ロスを低減するために、電磁クラッチが採用されている。1960年代には、日本車にて、オートクラッチ機構の一つとして、シフトレバーの静電容量スイッチと連動して、電磁クラッチを断続させることでにペダル式 MT を実現した車種が登場している。電磁式。 オートクラッチは、新興電機が、日の自動車と共同開発し、日の、テッサに、新興日のマチックの名称で搭載したほか、富士重工業もスバル362、オートクラッチの名称でのしている。電磁クラッチは単純な駆動力の断続のみならず、電達トルクを電流の強さで調節できることから、トルクコンバータの代用として用いられた例もあり、 富士重工業は1980年代にイケイトで電磁クラッチを採用していた。液体で満たされた密閉容器の中に2つの羽車が対じしており、それぞれが入力軸と出力軸に連結されている。入力軸側の羽車が回転して液体に流れを生じさせ、出力軸側の羽車が液体の流れを受け止めて回転する。この原理を発展させて、 流体の運動エネルギーを改正してトルクを増幅する機構を持ったものはトルクコンバータと呼ばれるオートマチックトランスミッションを搭載した自動車の走行クラッチとして広く普及しているワンウェイクラッチは定められた1方向のみのトルクを伝達し逆回転では伝達しないわずかな隙間で対抗させた1体の円盤などの間に磁性体の粉末を入れておき 自力を作用させて回転を伝えるクラッチのことを電磁粉体クラッチと呼ぶ。自動車をはじめ陸上を走行する乗り物や作業機械ではエンジンの動力を駆動輪に伝達する過程にクラッチを介していてエンジンを停止することなく停車できるようにしている。マニュアルトランスミッションを搭載した自動車や農業機械などではディスククラッチが利用されるのが一般的である。 マニュアルトランスミッションを搭載した乗用車や小型貨物車の場合、クラッチディスクと呼ばれる圧着機構によってフライホイールに押し付けて挟む作りの乾式看板ディスククラッチが一般的に利用されている。クラッチディスクはトランスミッションのインプットシャフトに指示され、スプラインを介してトルクを伝達し、軸方向には自由に修動できる。クラッチディスクの基部材である後半の両面には、 クラッチフェーシングと呼ばれるバネが複数個あり、クラッチ接続時に生じる急激なトルクの変化を緩和している。クラッチカバーはフライホイールに固定され、エンジンと同じ回転速度で回転する。クラッチカバーには、クラッチディスクの片面にある、クラッチフェーシングと接触し面圧を与える、プレッシャープレート、並びに、それらを指示し、 動作させるための複数の部品が組み込まれ、これらを含んだサブアッセンブリをクラッチカバーと呼ぶ場合が多い。クラッチスプリングには乗用車や小型貨物車ではダイヤフラムスプリングと呼ばれる薄い円錐形状の板バネが用いられるのが一般的で中央付近を軸方向に押す、あるいは引くことで円周部が方向に移動し、プレッシャープレートにかけた荷重を弱める。 競技用に改造した自動車では摩擦材を変更したり、クラッチプレートの枚数を増やすなどといった方法で、クラッチ容量を強化する場合ある。またエンジンのトルカ変化をよりダイレクトに伝達させるためにトーションスプリングを廃したクラッチプレートが利用される場合もある。クラッチは、運転席に備えられた足踏み式のクラッチペダルを踏み込むと、クラッチが切れ、離した状態で、 クラッチがつながる。ペダルは運転者から見て、左端に配置され、左足で操作を行うのが通常である。踏み加減を中間の状態にすると、ハンクラッチと呼ばれる、滑りながら部分的に動力を伝達する状態となり、踏み加減を調整して、滑りと伝達のバランスを取りなら滑らかにつなぐ操作ができる。特に発進する際には、急速にクラッチをつなぐと、 エンストを起こしたり車体挙動が不安定になったりするため、半クラッチを利用して滑らかにクラッチをつなぐ技能が必ずとなる。マニュアルトランスミッションを搭載した車種に流体クラッチと摩擦クラッチが組み合わせて採用された例もある。三菱自動車は1980年に発売された4代目、三菱、ギャランシグマのガソリンターボ車、ディーゼルターボ車にフルードカップリングとして採用し、 松田は2代目ルーチェロータリーやパークウェイロータリー26などのロータリーエンジン車にトルクグライドとして採用た。三菱は乗用車初採用のディーゼルターボの大トルク。松田はトルクの細いロータリーで大型高級車を発進させる際の角のハンクラッチ操作から摩擦クラッチを保護する意図からこのような構えを採用しており、いずれも通常の5速 MT のパターンに AT と同じく駐車用の P ポジションが設けられており、変速の際には、クラッチペダルを踏んで、摩擦甲板クラッチを断続する必要があるが、停車、発進の際には、クラッチ操作を要さない、EG ドライブの実現も兼ねた3、ペダル式 MT であった。2、ペダル式 MT では1968年のポルシェ911、スポルトマチック、同年のフォルクスワーゲンビートル、 オートマチックスティックシフトにて、流体クラッチと摩擦クラッチを併用したものが採用された。ポルシェ、VW どもに、構造上はサーブ先ソマットの延伸クラッチを流体クラッチに置き換えたもので、クラッチを切らずに急停車した場合でもエンストを起こさない時点があった。しかし、これらのいずれの形式も、オートマチックトランスミッションの普及と進化により1980年代には、 姿を消していった。オートマチックトランスミッションや無断変速機を搭載した乗用車では、摩擦クラッチをアクチュエーターによって自動的に弾接する方式や流体クラッチを利用した動力伝達が行われている。1900年代半ば以降は流体クラッチの発展機構であるトルクコンバータが広く普及した。また、主な動力伝達をトルクコンバーターで行い、 流体クラッチに特有の伝達ロスを排除したい走行条件で自動的に断接する摩擦クラッチで伝達するロックアップ機構を備えたものが普及している。シフトチェンジの操作を運転手が行いクラッチの動作を自動で行うセミオートマチックトランスミッションを搭載した車種では遠心クラッチや電磁摩擦クラッチあるいはバキュームアクチュエータで動作する摩擦クラッチが採用されている。 クラッチ動作を自動で行う機構を発展させたトランスミッションとしてデュアルクラッチトランスミッションがある。マニュアルトランスミッションを搭載したオートバイでは複数のクラッチディスクとプレッシャープレートを交互に重ねて油の中に浸された湿式多板ディスククラッチを採用する車種が多い。一部の車種では摩擦面に油が介在しない乾式多板 ディスククラッチを採用する車種があるほか、縦置きエンジンを搭載した車種では、乗用車と同様の乾式単板クラッチを採用する車種もある。乾式単板クラッチは、エンジンオイルの攪反抵抗を受けず交換が容易など、競技用としては利点があるが、耐久性や静粛性が低いため一般的ではない。ホンダスーパーカブなどに搭載されるクラッチ操作を不要としたマニュアルトランスミッションでは、 入力軸の回転によって生じる遠心力を利用してクラッチがつながりシフトペダルの操作によってクラッチが切れる機構を設けた湿式多板タバンクラッチが採用されている CVT を搭載した車種では遠心摩擦クラッチが採用されている一部の車両を除きクラッチの操作は油圧回路またはコントロールケーブルを介して左のハンドルレバーで行われる レバーを握るとクラッチが切れ、レバーの操作を途中で止めることで半クラッチ状態にできる。古い年式の車種では手動レバーによる変速、ハンドシフトと足踏み式クラッチの組み合わせが一般的だった。足踏み式クラッチの場合、操作方法の違いによりロッカークラッチに区別される。いずれもレリーズシャフトを軸に誘動するペダル付きのレバーであるが、ロッカークラッチは 軸の前後にペダルがありいずれか一方を踏んでクラッチを切りもう一方を踏んでクラッチをつなぐメーカーによって操作方法が異なり例えばファーレーダビッドソンの場合後ろのペダルを踏むとクラッチが切れ足を離してもクラッチはつながらず前を踏むことでクラッチがつながるノンロッカークラッチは軸の前か後ろの一方にのみペダルがあり踏み込むとクラッチが切れ 足を離すとリターンスプリングの作用によりクラッチが繋がる。ハンドシフトと足踏み式クラッチの組み合わせはスーサイドクラッチ、自殺クラッチとも呼ばれる。乗用車などに利用されている摩擦クラッチは使用に伴ってクラッチフェーシングが消耗して動力を伝達できなくなるほか、クラッチカバーに組み込まれたトーションスプリングの座面にクリアラスが生じてジャダーが発生したり、 クラッチカバーの稼働部やレリーズベアリングも使用に伴って摩耗する。マニュアルトランスミッションを搭載した車両において走行クラッチは使用状況に応じて複数の部品の交換が必要となる装置である。クラッチ操作機構の遊びを調整することが必要な場合がある。油圧によってペダルやレバーの動きを伝えて操作するクラッチの多くは遊びが自動的に調整されるが、 コントロールケーブルを利用したものは針を調整する機構が設けられている。極端に遊びがなく操作していなくても常にクラッチを切る荷重がかかっている場合はクラッチフェーシングが消耗していなくても動力を伝達できない場合があり逆に遊びが多すぎる場合は操作してもクラッチが完全に切れなくなることがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。